はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。えいきぼぐです。まあ、ちょっと今日はですね、皆さんにお知らせということで動画を1本差し込んでます。っていうのも僕ら今名古屋に住んでて、まあ、愛知県に住んでるんですけど、ちょうどね、昨日のタイミングで、まあ、4月10日のタイミングで新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として愛知県でも緊急事態宣言っていうのが出されました。まあちょっとだけでも私たちもコロナウイルスについての動画を出さなきゃいけないなと思いました。私たちの方はもうなんか3月からちょっとだけなんか生活が変わったりすることがあって、例えばタカが3月1日から、テレワーク1ヶ月半ぐらい家から仕事をして、チーム内のミーティング、お客さんのミーティング全部家からやってます。まあ私は自営業でブログとかやったりから、まあもともといつも家でやってたけど、まあ、3月中はまだなんかどうしようかなということが多かった気がする。まあ普通にレストランとかにも行ったり、まあ4月に入ってあのケース、東京都ケースとかも増えつつ、4月1日から本当になんか引きこもって家から出ない、本当に買い物ぐらい、ね、スーパーに行くぐらい、週1、2回ぐらいスーパーに行って大量に買ってまあ多分ね、見てくださってる皆さんも、まあ、同じような生活になって、本当にね、散歩に行きたいけど行けないとか、太陽の光浴びたいけどなかなか浴びれないとかね、すごいなんかストレスが溜まってきて、なんかコロナじゃないけどなんか精神的にやられちゃうみたいな、まあ、それは僕らも同じですごい辛い状況になってます。なので、まあ、昨日その緊急なんとか宣言緊急事態宣言緊急事態宣言になったけど、私たちは多分まあ、あんまり変わることがない気がするんですけど、うん、まあ、日本は大丈夫なのかなという話もちょっとしたいな。まあ、私は外国人だから、まあ、私のドイツにいる家族とか友達の話を聞いて、ドイツの場合とか、いや UK とかフランスとかもスペインとかもみんな本当にロックダウンって感じ、形でもう仕事も止まったり、あのレストランやってなかったり、本当にもう家から出ない、禁止だもんね。そう、禁止されているので、陽性とかじゃなくてもう出たら罰金とか、でそれがもう3月にスタートした国は多いと思います。日本はなんかなかなか遅いなという気持ちもあるし、今やってることもなんか緩い、強く国から言われなくても、自分で考えてこれからどう進むかを、本当に考えてほしいです。僕たちだけど一人一人がちゃんと考えて、だから、まあ、実は僕実家というか、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんに、今週末かな、食事会がもともとやってあったんだけど、それも、全部キャンセルして、もうおじいちゃんとかおばあちゃんに会うのが怖いから、会ってうつしちゃう可能性があるというのが怖いから、でまあちょっとだけでもドイツは今どうなってるか、まあ、興味がある人もいるかもしれないので、うん、まあ私の家族は家にいます。お父さんも、家から仕事をして、うん、まあ私は小さい村に住んでるから、うん、そこでなんかあの散歩をしたり、他の人がいないところを、うん、めちゃくちゃ小さいすごいちっちゃい村だね、まあそれぐらいしかやってない。まあ、同じようなことをやれば日本もそこまで悪くならないことを、うまくピークアウトしてくれることを願って、そうですね、これからそこまで悪くならないことを、本当に早く良くなることを、まあ、早く良くなって僕らもね、外に出て動画を撮りたいし、まあ、皆さんも外に出て仕事に行きたいだろうし、友達に会いたいだろうし、辛いところですけど、まあ頑張ってみんなで乗り越えましょうっていう感じですね。皆さんも頑張ってください。まあ、このチャンネルはちょっと家でしかビデオを作らなくなっていますので、うん、これからまあその国際カップルの話とか、家で料理したり、ね、まあ、家でできる、まあ、いくつかを考えて、うん、まあ、インスタとかにも聞いてたので、あの皆さんからの意見とかも聞いたり、なのでね、継続的に動画はアップしていこうと思ってます。で、3月中にあの外で撮ってた動画とかも溜まってる撮りためであるの でなかなかそれがね、編集する時間がなかったりとかで、だんだんこうずれ込んでいるやつがあるので、はい、まあ、そういうのもね、たまにアップしながら、まあ、外の動画も含めて継続的にね、はい、進めたいと思います。なので、あの皆さんも家から出にくくなった時に私たちのビデオを見てくれたら、ちょっとだけでも明るくなってくれたら
嬉しいね、嬉しいです、嬉しいと思いますので、皆さんのためにも、まあ、私たちの気持ちのためにも、あのビデオを続けたいと思います。このビデオはここで終わりにしたいと思います。次の動画はまた明るい動画、そうだねじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。